宇宙産業や建設現場など多くの業界で嘱望されている技術に、ソフトロボティクスといわれる生物や生態の機能に学んだ柔らかいロボットの技術があります。中央大学理工学部中村太郎教授たちの研究室はバイオメカトロニクス研究室と名付けられています。バイオメカトロニクスとは、バイオ、生物生態と、メカニクス、機械と、エレクトロニクス、電子の3つを組み合わせたもので、この研究室は生物や生態の動きに着目したロボットで未来を動かしたいというキャッチフレーズで研究開発を行ってきました。中村教授と山田康之准教授は、このバイオメカトロニクス研究室の研究成果をベースとして株式会社ソラリスを2017年に設立しました。ソラリス社は中央大学初めての大学発ベンチャーであり、ソフトロボットの分野で世界を牽引する技術を持つ企業です。今回は株式会社ソラリスについてレポートします。まずはじめに、中村先生がソフトロボティクスの研究を始めたきっかけをお聞きしました。はい、私大学の頃にですね、制御工学というのをやっていて、物を動かすためのですね、知能みたいな形のものの研究をしていたんですね。で、ある時ですね、私は秋田の県立大学という、すごい秋田のですね、田舎にあるような田んぼの真ん中にあるような大学にいたんですけども、そこを歩いて通ってたんですが、その時にその田んぼにですね、ミミズとかアメンボとかカタツムリとかですね、そういったものがたくさんいたんですね。である時その歩いててミミズを見た時に、このミミズがどういうふうに動いてるんだろうというふうに思ってじっと見てたんですが、なかなかその動きがつかめなかったんですね。でこの動きをじゃあちょっとロボットとかするとどういう動きになるんだろうというのをきっかけにして、ミミズロボットというのをまず作ったというところです。そして開発したミミズ型ロボットは、さまざまなことに利用できることが分かりました。実はですね、最初はもうミミズの動きをロボット化するということだけに集中していたんですけども、その後ですね、このミミズロボットを見て、さまざまな企業ですね、こういうところに使えるんじゃないか、ああいうところに使えるんじゃないかということを、言ってきてくれたんですね。で、そのたまたまやっぱりそのミミズの動きというのが、ニーズがあるんだろうなというのが分かったので、そこでそのミミズの動きについてですね、いろいろこう調べていたら、たくさんの大きな利点があったというところです。この研究が会社設立につながっていきました。もともと人工筋肉の研究もしていたんですけども、その人工筋肉、私が研究している人工筋肉とこのミミズ型のミミズの前導運動という、運動の機能がですね、すごく相性がいいということが分かって、
人工筋肉にそのミミズのロボットに人工筋肉を搭載したというところからですね、一気にその実用的なあのロボットを作ることができました。まあ、中村研究室、まあ、千代大学の中村研究室ではもともとたくさんの企業と共同研究をやっていました。まあ、今でも20から30の企業とやっておりまして、企業はその公共の研究所とやっておりまして、まあ、そういった意味であの、まあ、外に開かれた研究室になっています。そこでその様々なですね、共同研究の中でかなりそのミミズだったりとか大腸のポンプだったりとかそういったものが、まあ、その中村研のですね、その研究の、テーマというのがまあ、ニーズがあるということは分かってきたので、その中で今回ですね、大学の中央大学初ベンチャーとなる、まあ、ソラリスというのを設立しまして、まあ、そこで例えばただ単にそれを実用化するんじゃなくて、例えばその市場規模としてどうなのか、ちゃんと売れるものになるのかというところを、まあ、きちんと議論した上でですね、自分の研究を、まあ、ちゃんとその世間に自分の手で広めていきたいという思いがあって作ったと設立したというところですね。はい、中央大学も中村先生の研究によるベンチャー設立に協力と貢献をしています。はい、そうですね、最初私がこう作りたいと言って、まあ、実際作ってしまったんですけど、その後にですね、研究支援室という、中央大学の研究支援室というのがあって、まあ、そこがさまざまな例えば大学の共同研究とかをですね、そういったものをさまざま支援してくれるところがあるんですけども、まあ、最初そこに相談に来ました。で、まあ、企業を作ったと。で、それをまあ中大初ベンチャーとしてまあ盛り上げていきたいという話をしたら、すごくですね、事務の方々、その支援室の方々が協力的で、細かいところを一つ詰めながら、今に至っています。はい、そうして設立された株式会社ソラリス、現在どのような製品を開発しているのでしょう。はい、ソラリスでは中央大学の、中村研究室の研究に対しての事業化をしているんですけども、その中で3つの大きな柱があります。1つが前導運動ポンプと言われているもので、大腸をの動きをですね、規範としたポンプが1つで、もう1つが、ミミズを規範とした肝内の検査ロボットというのが2つ目です。で、3つ目に、アシストですね、この上腕のアシストをしていくようなタスキという商品があって、この3つが今の会社の主力の製品となっています。それではその3つの製品を詳しく見ていきましょう。2020年11月12日、中央大学後楽園キャンパスにてソラリス社の初めての事業製品、長時間の上向き作業をサポートする上腕アシスト装置タスキの記者発表が行われました。まずはタスキの開発理由についてお聞きします。もともとですね、中央大学でいろいろなロボットだったりアシストデバイスというものを研究していたんですけども、そういうのってやっぱり研究というところが少しあってですね、本当にこれいろんな人に使ってもらえるのかなっていうところが、そういう疑問がありました。ただですね、じゃあどうしたらいいのかっていうのがわからない日々が続いていて、ちょうどですね、ちょっと私の祖父が他界した時にですね、94歳まで農業をずっと続けていて元気にずっと過ごしていて、なんで彼はずっと元気に農業してたのかなと思うと、やっぱりその農業を元気に続けて健康だったっていうのが考えてですね、そういう人をアシストするようなデバイスってのは何なんだろうというふうに考えました。やっぱり現場主義というか現場の声を聞いてやるっていうのが重要だと思ってですね、農業に限らずいろんなそういう作業をする方にいろいろ意見を聞きに行って、ああこういう装置が必要だなっていうような考えに至ってですね、今回のものになりました。で、具体的にはですね、そういう作業をする人ってたくさんいると思うんですけども、そういう人がみんなが使える、みんなに少しずつ楽になってもらうっていうのが重要だと考えていて、多くの人にアシスト力を提供するということで、なるべくリーズナブルなものを開発しようと考えました。それではどのような製品なのか詳しく説明していただきます。はい、これはですね、2キロぐらいの重さになっているので、だいたいですね、こう革ジャンと同じぐらいの重さでそんなに重くないんですね。で、着方としても洋服と似たような着方になります。リュックサックとも似てますね。まずこの紐のところに肩を通してもらいます。この着る感じで紐をかけてもらいます。で、この
腰のベルトを前で締めてもらうんですけども、これが腰骨のちょっと硬い部分があると思うんですけど、その硬い部分に締める感じですね。でこの次にここの 胸の、まあ、リュックとかである前のパチンっていうところと同じなんですけども、それを止めていただいて、でこの状態で肩を肘を両側の装置に置いてもらいます。で特にこれで設定しなくても補助が出ているという感じで、まあ、腕を上下に動かすとその分だけ腕がこう保証されるとか相殺重さが相殺されます。具体的にはですね、これは上向き作業と言われる上を、まあ、目線が上の方を向いて手をこういうふうに上下させてですねする作業、あるいは手をある程度こう位置で固定してここで作業ここで作業みたいにするような上向き作業というようなものをアシストします。でどういうふうに動くかというと、ちょっと手を固定したままだとこんなふうにですねバネがついていて、これがサポートしているんですね。でこれによって腕を支えています。ただ普通のバネですと、まあ、フックの法則みたいにですね、下に行くと強くなって上に行くと弱いみたいなふうに伸びた分だけ強くなるっていうふうなことがあると思うんですけども、これはですねずっと同じ力で補助するので、まるで腕が軽くなったかのようになります。腕の重さはだいたい人によって違うんですけども2キロから4キロ程度で、これは今2キロのバネがついているのでずっと2キロの分だけ上に上げてもらっているという状態で補助がされています。農業や建設業などへの利用のほか、いろいろな可能性がありそうですが、将来的にはどのようなことをお考えなのでしょう。今アシストデバイスというのは結構値段が高くてですね、一部の人しか使えないとか一部の作業にしか使えないというふうになっているんですね。でこれをやり始めた理由はですね、多くの人に使ってもらいたいということなので、まず最初はそんなに数は出していけないんですけども、どんどんいろんな作業いろんな部分に使っていっていただいて、まあ、数が出ていくと単価が下がると、また使ってみようかなって人が増えていくと、そういう中でいろんな人がですね少しだけ作業は楽になって、まあ、長く継続できるっていうことの、まあ、お助けというか役に立てばいいかなと思っています。またですね、そういうアシストデバイスで少しだけ楽になるっていうようなそのアシストの考え方ですね、広くみんなで使いましょうというような文化というか雰囲気ができていくと、よりですねいろんな人がこういうもの、弊社の製品だけじゃなくていろんなものを使ってですねいろいろ工夫できていけるのではないかなと思っています。電源は必要ありません。軽量で保管も簡単です。タスキが日本の農業建設業の作業のあり方を変えるかもしれません。ジャパンホーム&ビルディングショーは、住まいに関する建材、部材、設備、サービスが一堂に会する日本最大級の専門展示会です。この展示会にソラリス社のミミズ型ロボットが紹介されています。日本ウィントンは首都圏を中心にあらゆる空調ダクトの清掃を行う会社です。ソラリス社は日本ウィントンの委託によりダクト清掃のミミズ型ロボットを開発しました。ソラリス社設立の元になったミミズ型ロボットはどういうものか、中村先生に説明していただきます。はい、こちらはですね、まあ、ミミズの前導運動というのを規範とした、まあ、ロボットになっています。でミミズというのはですね、他の動きと違ってですね、細い管の中をこう移動することが得意です。でさらに、まあ、引っ張る力もすごく強いんですね。でさらに中を空洞にできますので、まあ、そこにこういろんなカメラとかメンテナンス機を入れることができるという3つの特徴がありまして、でそれによってですね、細い管の中をぐにゃぐにゃ、細くて長くてですね、ぐにゃぐにゃ曲がったような管を、まあ、移動するのが得意です。で従来ですと例えば内視鏡という、まあ、工業用のカメラがありまして、まあ、それを後ろ側にこう入れてってですね、この管内を検査していたんですけども、まあ、それですとまず、まあ、管内の検査しかできませんし、まあ、さらに細長くてぐにゃぐにゃ曲がった管をですね、後ろからこう差し入れてっても、まあ、ついに詰まってしまうんですね。ですからこのミミズはの前導、ミミズのですね、前導型ロボットは、先頭部が
こう牽引するように引っ張っていきますので、まあ、それによって、まあ細い管内でぐにゃぐにゃ回った管内もスムーズに移動することができるということです。ミミズ型ロボットはダクト清掃の現場でどのように使われているのでしょう。従来ですね、ダクトの清掃はダクトの中に高圧エアホースを送り込んで清掃していました。ところが戸建て住宅の場合にはこのように細くて曲がったダクトが使われていることが多くて、細くて曲がったダクトに高圧エアホースを入れようとしても途中で突っかえちゃって奥まできれいに清掃ができないということがあったんですね。そこで細くて曲がったダクトでも奥まで入って清掃できるツールとしてこのミミズ型ロボットを開発しました。先端にカメラがついていてダクトの中の様子を確認しながら操作をすることができます。例えばダクトの汚れ具合であったりとか、ダクト清掃した際にはきちんと清掃ができているかどうかというのを確認することができます。実際に清掃するためにはミミズロボットの節のところに清掃用のブラシがついておりまして、そこでダクトの中のホコリを落として清掃するというふうなやり方で清掃しています。日本ウィントンではすでにダクト清掃の現場でミミズ型ロボットを使用していて、お客様にも大変好評ということです。ミミズ型ロボットの今後についてもお聞きしました。まあそうですね、このミミズロボットは、まあ、今検査とか清掃しかできないんですけども、まあ、将来的には例えばまあ、油汚れのダクトの中をですね、こうしつこい汚れとかも全部清掃しながら、移動していったりとか、もしくはその中にいろんなこのツールを入れることができますので、まあ、その中で例えば水を噴射されたとかですね、あとはその、まあ、中を修理できるこのその、ツールを使って、まあ、例えば監視などを使って中の、管内を、まあ、簡単な修理ができるような、まあ、そういうような装置ロボットとしても使えるんじゃないかなとは思っていますね、将来的に、はい。東京都文京区中央大学後楽園キャンパス2号館に中村先生が研究を行うバイオメカトロニクス研究室があります。3つ目の製品は全動運動ポンプです。この全動運動ポンプは腸の動きをヒントに開発されたものです。人工筋肉のユニットが連なって動くことで物を運んだり混ぜたりできるそうです。まあ、ミミズの研究をしていたんですけども、まあ、ミミズは全動運動というのが動いているんですが、まあ、そのミミズみたいな運動を使ってですね、まあ高粘土流体とか、まあ、その蜂蜜みたいな高粘土流体とか土砂のような濃い気混合流体を運びたいというような要望がありまして、まあ、それずっと私の方で考えていたんですね。どうやったらできるだろうと。その時まあちょっとトイレにある時とトイレでお腹痛くて入ったんですけど、まあ、その時にこう、ゴロゴロ鳴ってるわけですよね。そのゴロゴロ鳴ってるところで、あそうだ腸の動きを真似すればそういう、まあ、濃い混合流体とかそのネチョネチョした流体っていうのをうまく運べるんじゃないかというふうに思ってですね、まあ、それで、まあ、ミミズの全動運動を、まあ、利用してですね、こういう大腸のポンプというものを作ったというところです。はい。まあ、こうたくさんのユニットがつながっているような、構造になっています。でこの、ユニットが一つがこれなんですが、こちらなんですけど、こちらはまず外側が人工筋肉になっています。でこちら内側がですね、こうチューブになっているんですね。でこのチューブとこの人工筋肉の間にですね、空気を入れていきます。でそうするとこの人工筋肉は空気を入れると、こう収縮していくんですね。こんな感じでちょっと収縮している、膨らんでこうちょっと縦に収縮していきます。で同時に、このここにまた空気を入れて、こう中の方、このチューブの中の方を見ると空気を入れていくとこのように収縮していきます。閉じていくような働きをします。でこれはですね、ちょうど大腸の、まあ、腸のですね、筋肉というのが、まあ、輪状筋と重層筋という2つの筋肉があって、まあ、その、閉じながらですね、収縮するような作用をしていって、それで全動運動を起こしていきますので、まあ、同じような構造をこのユニットは持っているということですね。
でそれが、このようにこのユニットはですね、下からこのようにこう、閉じるようにして、まあ、あの作用することによって流体が上に押し上げられていくという、まあ、そのような構造で、まあ、今こう運んでいるところですね。まあ、例えばその機能をどういうところに生かしているかというと、まあ、こちらの方、まあ、例えば固体ロケットっていうのなんですけども、固体ロケットっていうのは、まあ、あの今非常に高い値段が高いんですが、その高い理由というのはですね、まあ、その燃料がすごく作るのが難しいと、作るのが高いんですね。その燃料を作るのに、まあ、この全動ポンプを使ってですね、まあ、例えばこう、粉とその蜂蜜みたいな粘土の流体を混ぜながら運ぶということができますと、一気にですね、コストが下がります。でさらにこのポンプ自体の1個のこの、加わっている圧力というのは人の息の、まあ、ちょっと人の息より少し高いぐらいの非常に小さな圧力で動きますので、まあ、そういった意味ですごく省エネで動いているんですね。エネルギーはめちゃめちゃ小さいですけども、あのこの小さいエネルギーで確実にその高燃動流体とか高飛行動流体を運ぶことができるということです。缶自体が動いて物を運ぶという斬新な発想が多岐にわたる新しい活用を創出していきます。さらに全動運動ポンプは未来に向けて進化し続けます。まあ、将来的にはですね、例えばまあ今研究やってるのはここに一つ一つにまあセンサーを入れてるんですね。そうすると、まあそこで例えば今どこが故障したとかって分かりますし、あと詰まり具合ですね、中が今ちょっと混ざってないとか混ざってるかっていうのは分かるようになってきます。で そもそもその人間の大腸というのが、まあ、たくさんですね、あの神経細胞のネットワークが組まれていて、そのネットワークの中でその大腸が自分で判断をして、今これは混ぜようとか運ぼうというのを判断しているんですけども、同じようにこのポンプもですね、将来的には考えるパイプ、自分で要するにセンシングをして、ここはだからちょっとあの混ざってないから混ぜていこうとか、混ざったから運ぼうというのを自分で判断しながら考えて動かしていくようなあのポンプというのを目指しています。この全動運動ポンプはすでに JAXA の固体ロケット燃料作りに応用すべく研究が進んでいます。ソラリス社の技術は地球の規模を超えて宇宙へ向けて羽ばたいています。はい、あの株式会社ソラリスは中央大学のですね、初ベンチャーとして多大な支援を受けてですね、設立されました。まあ、多くの期待を背負っているんですけども、今後ですね、このソラリスで作られたロボットというのが、まあ、世界中にですね、使われ始めていって、で大きくですね、社会に貢献できることを期待しています。これからもぜひよろしくお願いします。